皆さんこんにちは。今日は窓枠につけていたこちらの換気扇の板が取れてしまったので新しいものに変えようと思います。用意した材料はこちらです。前回取り付けに使ったこちらのステーとこのセリアの小物はそのまま使えます。新しく用意したのはこちらのダイソーのファスナーテープとカインズホームで買ったアルミの板です。あとこちらの壁紙も前回と同じものを買いました。こちらは10センチ38円なのでとても安いです。最初はこちらの換気扇にこのステーを取り付けます。できました。次はこのアルミの板に壁紙を貼りたいと思います。これで半分できました。このように正面に来る部分には全面に壁紙を貼って、裏にはこのステーに留める両面テープとこちらにファスナーテープを貼りました。付けたファスナーテープがこんな感じです。こちらは外から見えるのでこのステーの部分にも壁紙を貼りました。これで両面できました。こちらが表で、こちらが裏側になります。こちらの窓枠にもファスナーテープを取り付けました。この窓枠のファスナーテープは、こちらの換気扇のファスナーテープより短くしてあります。同じ長さにしてしまうと、取り外すときに大変になってしまうからです。それでは換気扇を取り付けてみたいと思います。こんな感じで簡単に取り付けられます。これなら換気扇がある状態でもこのように窓の開け閉めが簡単にできます。あとはセリアで買った小物を飾ってみたいと思います。完成しました。こちらの換気扇はインとアウトそれぞれ6段階まで強さがあります。自分がバロックを買った時はオプションで家庭用の換気扇しかなかったのでこちらの換気扇をアマゾンで買いました。強さを6にするとこのようにティッシュを吸い込むぐらい強いです。これから暑くなるのでこの換気扇も活躍してくれると思います。